どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、今日はですね、こちら第二拠点の敷地外の作業、やっていきたいと思います。またね、新たなプランが頭の中に思い描けたということで、それ実践してみたいなと思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい、ということで、こっちが今までの正面の入り口となっておりますけれども、こっちとなと、でこちらからね、第一拠点の方に行けるようになっております。でこう階段つけて、で通路ができて、通路というか道ですね、できてると。ちょっとここの部分を変えていかなきゃいけないんですけども、はい、なのでこういう感じの階段がね、それぞれあと3箇所まあ、四方に設置するというふうな感じになるかと思います。で今日は、あ、でもこっちは違うな、こっち地面あるもんね。だからこっちは階段なしだ、三方に階段ですね。だからこっちあるから、こっち植林地にしてもいいのかなと思ったりなんかしてね。で今日の作業はこちらでございます。もうすでに準備進めておりますけれども、こちら側からね、向こうへつながるようにちょっと作ろうと思っています。でちょっともう早速ね、こっちの通路と合わせます。でアメジスト使って2つだよね、こっから2つ開けて照明というような感じになるんで、じゃあこれちょっと閉じますね。響きなので、この音ね、この音色をね、表すということで響きワールドとなっております。1,2,3で1個開けるよね。1,2,3で1個開ける。1,2,3ですよね。あ、でここがもう階段になるわけだ。ここ3つでしょ、こっち2つ、まあいいかな。で、ここ入ってるよね。ここ入れまして、先に階段つけちゃうか。これアメジスト階段ブロックないので、まあ、仕方がないので、レンガの階段でちょっと行きたいと思います。下から持ってくるかな。一旦下降ります。で、ここ降りて、ここね、今ちょっともう印としてね、道、作ってます。こういう風な感じになってね。で、一応、こっち側が、仮の交易所の山ありますよね。あそこへと直線でつながってます。直線でこう来たところ、こういう風になってるんですね。で、こっち回って、でここの村人増殖ですね、につながるように。そしてこっちに村あるんで、そっちにも接続できるように。一直線でね、行けるようにして。で、ここも、こっちの道へつながるようにというふうにちょっと今考えてます。プランを考えております。そして、計画としては建物ね、建ててって、要はお城の城下町的なのちょっと再現できればなと、この第二拠点の周囲をね、家で固めていい感じな雰囲気作れればなと思って、ちょっとそれをね、実行していければなと思ってます。で、真ん中どこさ、ここだね。ちょっとつけていきます。で、ここ高さをどこの位置に合わせるかというのもあるんですけども、それも考えないとね。で、いずれここの道もアメジストで、表現する予定なんですけれども、だから結構アメジストブロックが必要になってくるんですよね。なので、ジオドが重要だということになります。で、まあ、この第二拠点と、あっちの第一拠点にジオドあるし、で、あともう一箇所ぐらいあれば助かるかなと思ってはいます。はい、こういう感じですね。22か。いや、足りないね。あと2スタックぐらい。ちょっと階段にしときましょうか。では、また下から行きますね。道ができれば、その周囲に家を建てていくという感じで、それなら雰囲気がまたね、出てくると思うんで、はい、
あと、まあ、ここもね、ちょっと高さ合わせたいなと思って、まあ、これ、建物と畑は、もう潰します。はい。潰しますけども、ここなんか門番的な、管理棟的な、そういうふうなのも建ててもいいかな。家みたいなね。守衛さんがいるところね。守衛さんか。スノーゴーレム中に入っててもらいたいから、あえて敵もぶ何を入ってもらうかだよね。まあそれぞれの出入り口にゴーレム配置してもいいのかなと思ったりして、はい。でこういう感じでできましたね。で次滑らかがこの階段の横につけていきます。あ、ランタン必要だな。まあ、後でまた、取って設置しときましょう。高さ合わせるから、ここもかさ上げしないとね。ああ、遺跡としてこのまま下に埋めちゃう？そういう方法もあるよね。ここ土で、まあ、牛さんはちょっと出しますけども、ここの畑は下に入れちゃうと。このままね。あと向こうに接続しないといけないんだけど、高さ合わさんとあかんよね。はい、OK です。ですから今度階段だね。これを階段に変える。磨かれたを階段に変える。これ間違えないようにこっちやっといて、この隅はこうの方がいいかな。でこうですね。はい。で一応階段はこれでできたと。じゃちょっとこっち下埋めちゃおうか。牛さんを出るんかな。これ壊す。ちょっとここは壊しましょう。これうまく滑らかに接続できるようにした方がいいんだろうね。あとはどういうタイプの家建てていくかだよね、今後ね。まあ、幸いで、ここね、ゾンビ村だったこともあり、で、ここにね、ゾンビハウスがあるんで、だからテラコッタとかを取ってきて、これとちょっと合わせてもいいのかなと思ったりもしてます。形は変えた方がいいのかもしれないけど。じゃあ、おっさんが出てくれたんで、今のうちに。で、こうやりまして、で、こっち一旦。こう閉じていきますかね。ああ、牛来ちゃってる。降りちゃう。とりあえずこれで。かさ上げは完了ですね。こちら側は OK。 来るな。ほらー、もうお前埋めるぞそのまま。だから入らないようにこれ閉じてたのに。いや、出る、そっちから出るか。あ、出たね。OK。だから、ここ、閉じちゃう。ちょっと、ここは後からまた、滑らかに整えましょう。先入られないようにすることが優先なんで。はい、高さだね。このまま降りてって階段上で降りるか。結構これ高さあるよね。ああ、地面の高さってどうなんだろう。ここ64でしょ。ある程度合わせるようにしといた方がいいんだよね。
なっておりまして、あ、ここの高さだね。ここが65か。いや、1ブロック上だね。だからここはこれ取りますか。2つ開けてでいく。雨。したらここでこういきますか。65台ね。ここが正規の高さ。アメジストの階段あったらよかったんだけどね。だからこういう感じだよね。まあ、ここはあのハーフブロック入れるかなんかします。あ、ここがちょっと不自然だな。プルパーがあればね、それハーフここに入れたらなんとか合わせられるんじゃないかなと思うんだけど、だからここに照明入れて、ここは真ん中にこう入れるしかないよね。あ、ほら、雷雨だわ。久しぶりの雷様です。おやすみ。もうそろそろね、エンダの方行けると思うので、そうするとプルパーが手に入るので、ここにね、あのプルパーのハーフ入れようかなと思ってます。で、こうなって、間が合わないか。まあいいか。こういう感じですよね。だから3つだから、こうしときますか。いい感じの雰囲気になってくるんじゃないですか、これ。こうで、こういくと。で、ここはこうか。で、こっちはハーフ入れるから、こうしてブロック入れて、こここうすりゃ、普通に上がっていけるでしょ。で、あとここプルパー入れると、プルパーのハーフ入れると。この交差点はこうなると。ハーフ。はい。この木邪魔だな。ちょっと切っときます。まあ、植林はまたできますからね。はい、こういう感じで道ができました。で、ちょっとあとあっちとランタンかの設置ちょっとやって、今日のところはこれで完了としましょうか。はい、ということでこういう感じになりました。ということで、ちょっとだけね、こっち左右延長させまして、一応下へと続く、道、階段と道が、完成いたしました。また随時ね、アメジストを取れるようになったらこっち側もね、延長してちゃんとした道作りやっていきたいなと思います。で、あとは建物とか建ててね、村化していく感じですかね。城下町的なね、やっていければなと思います。そしてこちら、はい、かさ上げいたしましたよ。綺麗になりました。ここら辺に守衛さんとか、建物、守衛さんが入る建物ですね、建てられたらなと思います。で、その守衛さんを誰にするかだよね。で、こちら側ね、はい、建物あったの全部もう解体いたしました。はい。で、ちょっと道は残ってるんですけども、随時ちょっとこれかさ上げして、整えていければなと思います。ここら辺も何か使いたいよね。まあ、建物建てるとちょっと不細工になるんで、まあ、花とか植えて、花壇とか植えたり、噴水つけたり、なんかいろいろそこら辺もやっていければなと思います。はい、という感じでございますね。はい、ということで今回はこちら第二拠点へと続く階段と道作りの方をやってまいりました。徐々にいろいろ整っていっておりますよ。ちゃんとした街に、できればなというふうに思っております。ということで今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。